今回は、川瀬敏郎、一日一花を紹介します。震災後、毎日花を生け続け、多くの人の感動を読んだブログが待望の書籍化。当代随一の花人による一年366日分の花と言葉、三野草425種の作品、解説付き、稼働の経験の有無にかかわらず、 美意識を磨きたい人なら本棚に入れておいて損のない一冊だと思います。クリエイティブ系の仕事をなされる方なら言わずもがな私のような一般人でも料理の盛り付けや家具の配置が変わります。1日1ページ365日分が1月から始まる本なのでお正月の時期に購入すると。 各ページで投げ入れられる草花に季節の移ろいを感じながら良い一年を過ごせるのではないでしょうか。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。